速稼塾の久保です。神童花屋龍馬シリーズでございますけども、あのパブロ・ピカソっていう画家ご存知ですかね。多分見たことがない方はいらっしゃらないと思うんですけども、あのいわゆるぐちゃぐちゃの絵を描いてですね、有名になって、もうあの自画像とかでもこんなくにゃくにゃなね、あの福笑いみたいな抽象画みたいなの描いてる人ですけども、あれで有名ですよね。でも実はピカソさんっていうのはものすごくね、写実的な絵が得意で、ずっとそれを描いていたんですよ。で、いろんな手法を試した結果、最終的にたどり着いたのがあのぐちゃぐちゃな福笑いみたいな絵だったんですけども、あれがブレイクしたんですよね。で今回言いたいのは数の理論なんですよ。でピカソさんっていうのはものすごくね、絵を描いたと言われてますけども、どのぐらい描いたかというと、生涯に1万点ぐらい描いてるんですよね。1万点ぐらい描いて、でヒットしたあの例のぐちゃぐちゃの絵が他の絵も際立たしたってことなんですけども、ああでもないこうでもないそうでもないっていうふうに本当試行錯誤してたどり着いたのが、写実的な絵よりも例のぐちゃぐちゃの絵だったってことなんですよ。で当時ですね、絵をたくさん描いている量産画派と言われている方でも100点描いたらいい方だったというふうに言われてます。ということで2桁ぐらい違うんですよね。で今手元に私漫画がありますけども、藤子不二雄さんもたくさん漫画描いてますよね。これは短編集なんですけども、短編もね結構たくさん描いてるんですよ。ドラえもんだけじゃないんですよね。でパーマンとか21円もんとかお化けの9太郎とかありますけども、ああいったちょっと似たようなシリーズだけでも、忍者服部くんもありましたっけ、いっぱいありますよね。でたくさん描いてる中でヒットしたのが あるという形なんですよね。手塚治虫さんもね、すごいたくさん漫画描きましたよね。それこそね、死の臨終のとこで仕事をさせてくれっていうのが最後の言葉だったって聞いてますけども、あの本当にね、生まれてから死ぬまで漫画しか描いてないんじゃないかなみたいな感じだったですよね。である人に言わせれば、そのロサンゼルスかなんかに出張中もアシスタントに電話をしながらね、背景を描かしてたって言うんですよ。で背景の描き方を指示するのに、あの方眼をまず並べて右から3センチ上から2センチみたいな指定をしながらね、で本棚の何番目のどこの何ページにこういう絵があるから、それと同じのを描いてここだけちょっと修正してくれみたいな感じで電話で指示をしてですね、すごいですよね。あの頭の中でやる将棋ってのがありますけども、あんな目じゃないぐらいすごいんですよ。で出張から帰ってきて、自分のアメリカで描いた絵を貼り合わせて、原稿を間に合わせたみたいな感じがあったりね、すごいなと思いますけども、手塚治虫さんもむちゃくちゃ数描いてるんですよ。で私たちを翻ってみたらどうなのかってことなんですけども、確かにね、量をやれ量をやれっていうふうに言われます、だからうんざりすると思いますけども、じゃあ少ない数で、例えば YouTube ね、 YouTube の動画10本とか20本上げただけでヒット作品が作れますかってことなんですよ、ね、全ては数とそれから質、量と質の掛け算で結果が出るというふうに定義をするならね、他の定義があるんだったらその他の定義持ってきてもらってもいいんですけども、私は質かける量だと思うんですよ、結果ってのは。ということは、すごい質がいいやつが作れる人は作品数は1本か2本でいいんですよね。でも私たちは打席に1回入ったら必ずホームランっていう100発100中じゃないですよね。むしろ100回振って100回外すぐらいのつもりなんで、100回中1個当たるかなどうかなっていう人が1000個1万個作らなくって、一体いつねヒット作品が生まれるんですかってことなんですよ。そして数をやると確実に培われるものがあります。それは上手になるってこと、慣れるってことなんですよ。熟練したり上達するんですよね。でも数をやらなければそれすらないじゃないですか。で私たちは YouTube を通じて、発信活動するわけですけども、基本的に YouTube って出す本数が多ければ勝ちなんですよ。だって再生数1のね、ワントゥーワン動画を送るとするじゃないですか。再生数1だとしますよね。100人に送ったら必ず100再生なんですよ。じゃあ1万人に送ったら1万再生ですよねって話ですよね。じゃあそのワントゥーワン動画に限らず、再生数が2の動画を1万個作ったら2万再生なんですよ。そういう形で私たちは一発100万再生に並ぶ方法があるんですよ。ただ数をやらないといけないですよね。で数をやりたくない人は質を高めないといけないですけども、そもそも質が良かったら数やらなくていいわけですよ。じゃあどっちなんですかってことです。質のいい動画が作れるんですかと、それとも量産をして質で補えないものを補っていくのかってことなんですよ。で私のね、量産っていうミッションの中にはまずこういうふうな公式が入っている。ただそれだけなんですよ。だからすぐに成功できる人は別にすぐに成功していただいてもね、そんな量やんなくてもいいわけですよ。
でも残念ながら量と言えるほどの量をやってない人が退場していくんですよね。 FX にしてもそう、基礎用語を覚えれば大体勝てますよって言うんですけども、基礎用語を覚えるという第一段階すらおざなりにするわけですよ。で、YouTube 始めるぞ、動画出すぞって言っても、じゃあ100本ぐらい作りましたって言ったら、いやいや30本作ったんですけどねみたいな感じで、ちょっと2桁ぐらいねずれてるんですよね。残念ながらそのプロっていうのは通常の人が頑張るっていう、ポジションの2桁上を行ってるんですよね。だからプロなんですよ。追いつけないようなところにいるからプロなんですよ。だからこそ自信を持って追いかけていけるとも思えるんですよね。例えばね、2015年、 YouTube がものすごく流行った時期がありました。 YouTube の、正確に言うと教材です。で、 YouTube の教材の販売者の方がいろんなね動画を紹介してくれるんですよ。で、私がある YouTube のセミナーに参加して聞きました。どう聞いたかっていうと、講師の先生がね A だとするじゃないですか。じゃあ先生 A さんと、 A さんの作った動画を見せてくれませんかと。それだけのこと言うんだったらすごい動画があると思うんですけども、今のところすごい人がいっぱいいますよっていう話だけで、人のアカウントを紹介するけども、 A さんのアカウントまだ見せてもらってないんですけどどうでしょうかっていうふうにお聞きしたんですよ。そうするとその人はですね、いろいろと言い訳してたんですけど、最終的には作ってませんって言ってましたね。じゃあ YouTube やったことがない人がなんで YouTube の先生になってるんですかと。ちなみに私の動画はこれですっていうふうにその場で紹介しました。で、そうするとその会場に来てた方全員が速稼塾に入ったみたいなオチなんですけどね。だからここで何が言えるかっていうと、やり込んだらもう最強なわけですよ。嘘をつく必要もないですし、特に YouTube なんてのはアカウントが見えて、再生数が見えて、サムネイルが見えて、タイトルが見えるわけですよ。もう答えが最初から出てるわけなんですよね。ですんで、ここから言えることは2つです。1つはですね、 YouTube で、結果を出しましたっていう人がいるんだったら、その YouTube のアカウントを見ればもう一目瞭然です。当ててる動画、数万回数十万回っていう動画を持ってるかなとかね、それからチャンネル登録ちゃんと増えてるかなとか、再生数上がってるかなとか、いろいろチェックする項目があります。サムネイルができたりとか、タイトルに SEO が入ったりとか、そういったものは見ればすぐ分かるんですよ。で、もう一つはですね、やっぱり大事なのは、YouTube をやる上で結果が出てる方って、ある程度量をやってますよね、やっぱりね。そこがすごく肝心なところじゃないかなと思うんですよ。ちなみにですね、さっきの方法ですけども、花屋龍馬さんもそうですけども、そこそこ実績が自分なりについたなと思ったら、いろんなね、ネットワークビジネスとか、それからなんかインターネットビジネスのなんかセミナーとか行ってみると、結構ねこっちに来ますよ。いや本当にね。で、ミソはですね、真ん中の一番前に座って質問をするんですよ。で、必ずですね、必ず僕も YouTube をやってるんですけど、花屋龍馬と申します、こういう質問があるんですけどどうでしょうかってしつこく聞いてください。3つぐらい質問すると会場で目立ちますから。で、その瞬間検索するやつも出てくるんですよ。そしたらセミナー講師よりも花屋龍馬さんの方がすごいんじゃないかなっていうふうに感じる人がいて、会場が終わった後、花屋さんこの後時間あります、ちょっと話聞いてもらいたいんですけどみたいな感じになるんですよ。これが私のねシークレット集客方法でございましたということなんで、私が行くとね、会場に入らないでくださいって言われるようなセミナーもありましてねいろいろとこう、せめぎ合いがあったかなっていうのを懐かしく振り返りました。では、いってらっしゃい。